部屋紹介です。バリ風のお部屋、結構広いですね。明るくってとってもいい感じ。みかんはさっき買いました。テレビも大きくてね、ケージ、これうちのと一緒ですね。全く大きいやつ。トイレもうちのと一緒ですね。男の子用のトイレがちゃんと設置してくれてます。なんとマッサージチェア、足まで入るやつですね。お外もこんな感じ。一番上のお部屋で4階です。で遊んでる、さっきまで遊んでたんですけど、うちも帰ってきちゃったね。友達いたら遊びたかった。なんかこのマナーベルトもご自由にどうぞっていうところでいただいてきました。マナーベルトしてれば安心ですね。おむつだとちょっと嫌がって歩き方おかしいな感じになっちゃうんですけど、マナーベルトこれいいですね。買おうと思います。ここが洗面台とトイレ、トイレも清潔感があって綺麗な感じです。こんなところでごめんなさい。お楽しみだと思います。充実の施設が全て無料、誰でも安心の屋内ドッグラン、プロ仕様のグルーミングルーム、そう、温泉なんですよね。貸切風呂の予約してあります。ビリヤード、フリードリンク、カラオケ、漫画喫茶みたいに漫画がいっぱいありました。フリードリンクもビールとチューハイとウイスキーの炭酸のやつなんだっけ、名前を思い出せない、あれもありました。すごいね。大河くん、ニーニー待ってんのか。ニーニーはいないよ。お外行ってるよ。ニーニーいないよ。お部屋の中行こう。あ、湯吹いたし。大河くん、これはいいですね。このアジアバリ風な感じ。てがくん、にぎまってます。以上です。